Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. All alone we will never be. The two of us are holding the key.我々の通信は妨害されている。確保対象を発見した場合は規定に従って信号弾で連絡をすること。始めるぞ。 Into the Brains。
愛の導きサーキット、インク召喚、現れるインク召喚炎光の召喚、バトル炎光のトーカーでツイントライアングルドラゴンに攻撃、永続トラフュージョントレンチ発動、この効果により互いに融合モンスター以外のモンスターは攻撃できない。俺はこれでターンエンドだ。俺のターン、俺もアンティークギアハウンドドッグを召喚し、俺もアンティークギアハウンドドッグの効果発動、そしてアンティークギアハウンドドッグの効果を発動。自分フィールドにアンティークギアが存在すると融合カードなしで融合召喚でき、イニシエの魂受け継がれし機械仕掛けの猟犬たちを群れなしで混じり合い、新たなる力と共に生まれ変わらん、融合召喚、現れろレベル5アンティークギアダブルバイトハウンドドッグ。俺は手札から永続魔法アンティークハルマゲドンギアを発動。これはターンエンド、俺のターン、リンクスレイヤー特殊召喚、リンクスレイヤーのモンスター効果、1ターンに1度手札を2枚まで捨て、捨てた数だけフィールドの魔法トラップカードを破壊、行けリンクスレイヤー。この瞬間墓地のドットスケーパーの効果発動、このカードが墓地へ送られた時自身を特殊召喚する、蘇れドットスケーパー。さらに自分フィールドにサイバース族がいることで手札からバックアップセクレタリーを特殊召喚する、現れろ未来を導くサーキット、アローヘッド確認、召喚条件は効果モンスター2体以上インクマーカーにセット、サーキットコンバイン、リンク召喚、現れろリンクさんデコードトーカー。この瞬間アンティークギアダブルバイトハウンドドッグの効果発動、1ターンに1度相手フィールドに召喚特殊召喚されたモンスターにギアアシッドカウンターを1つ乗せる、バトルだ、レコードトーカーでホーリーエンジェルを攻撃、そしてアンティークギアダブルバイトハウンドドッグの効果でギアアシッドカウンターが乗ったモンスターはダメージ計算を行わずに破壊できる。この瞬間アンティークハルマゲドンギアの効果で破壊されたモンスターの攻撃力分3000のダメージをコントローラーに与える。バトルだ、サイバースマジシャンでバトルドローンジェネラルを攻撃、自らのカードの効果で俺はセカードを全てオープン、エイズストラップアンティークギアリボーン、現れろレベル5アンティークギアダブルバイトハウンドドッグ、アンティークギアスパークショット、そしてギアスパークショットの効果で攻撃力の半分のダメージを与えるが、そしてアンティークギアブースターを発動、ギアブースターの効果で効果ダメージを2倍にする。俺はカードを1枚伏せてターンエンド、俺たちのターンでぶっ潰してやる、俺のターン、俺はアンティークギアハウンドドッグを召喚し、このカードは相手フィールドにモンスターがいるとき1ターンに1度600ポイントのダメージを与える、
ハンドフレイム。ギアブースターの効果で効果ダメージを2倍にする。そしてアンティークギアハウンドドッグの効果を発動。自分フィールドにアンティークギアが存在すると融合カードなしで融合召喚でき、手札アンティークギアハウンドドッグ3体を融合。イニシエの魂受け継がれし機械仕掛けの猟犬たちを群れなしで混じり合い、新たなる力と共に生まれ変わらん融合召喚。現れるレベル7アンティークギアトリプルバイトハウンドドッグ。余計な真似を。俺はこれでターンエンドだ。俺のターン、ドロー。永続トラフュージョントレンチ発動。この効果により互いに融合モンスター以外のモンスターは攻撃できない。俺は手札からクロックワイバーを召喚する。召喚の成功により効果発動。攻撃力を半分にしクロックトークンを特殊召喚する。現れろ未来を導くサーキット。召喚条件はレベル4以下のサイバース族一体。現れろリンク1リンクディサイプル。さらに手札からリンクインフライヤーを特殊召喚。このカードは自分フィールドにあるリンクモンスターのリンク先に特殊召喚できる。再び現れろ未来を導くサーキット。召喚条件はレベル4以下のサイバース族1体。俺はリンクインフライヤーをセット。リンク召喚。現れろリンク1リンクディボーティー。そしてリンク先のモンスター1体をリリースしリンクディサイプルの効果発動。デッキからカードを1枚ドローして手札を1枚デッキの一番下に戻す。この瞬間リンクディボーティーの効果発動。このカードがリリースされた時自分のフィールドにリンクトークン2体を特殊召喚する。再び現れろ未来を導くサーキット。リンク召喚。現れろリンク2クロックスパルトイ。クロックスパルトイの効果発動。このカードがリンク召喚に成功したとき、デッキからサイバネットフュージョンを手札に加える。アローヘッド確認。召喚条件はサイバース族モンスター2体。サーキットコンバインリンク召喚。現れろリンク2リンクバンパークロックスバルトイの効果発動。リンク先にモンスターが特殊召喚された時墓地のレベル4以下のモンスターの効果を無効にしてリンク先に特殊召喚する。現れろクロックワイバーン。そして魔法カードサイバネットフュージョンを発動。自分の手札またはフィールドから融合素材を墓地に送り融合モンスターを特殊召喚する。今雄大なる翼のもとに集いし強者たちよ新たなる伝説となる融合召喚。サイバースクロックドラゴンが融合召喚に成功したとき、デッキの上から素材のリンクマーカーの数だけカードを墓地へ送り、カード1枚につき攻撃力を1000アップする。サイバースクロックアップ。俺は墓地に送られた装備魔法
スパムメールの効果を発動。このカードが手札から墓地に送られたとき、カードをドローし相手に確認させる。確認させたカードと同じ種類のカードが相手フィールドに表側表示であるとき、そのうち1枚を選び手札に戻さなければな。行くぞバトルだ。サイバーズクロックドラゴンでダイヤフェニックスを攻撃。無駄ですよ。トラップカード融合無惨発動。相手フィールドの攻撃宣言を行った融合モンスター1体を元の素材に戻し、このバトルを終了させ、戻された素材モンスターのうち攻撃力の高い1体の攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える。なんだ、俺はカードをセットし、ターンエンド。未来を導く
所リンクマーカーにセット。リンク召喚現れろ。リンク4アイアンウォールドラゴン。手札のパラレルエキシードの効果発動。リンク召喚に成功した場合、手札のこのカード、そのリンク先に特殊召喚する。さらに2体目のパラレルエキシードを特殊召喚。自身の効果で特殊召喚された場合、止めると守備力は半分になる。プロキシエフマジシャンの効果発動。見ると、もし融合モンスターがいる場合、融合召喚する。今、雄大なる翼の元に集いし、強者たちよ、新たなる伝説となれ。融合召喚。いでよ、サイバースクロッケドラゴン。召喚に成功したとき、素材としたリンクモンスターのマーカーの数だけ、デッキからカードを墓地に送る。そして、持ってきたカード1枚につき、攻撃力を全部アップする。俺はレベル4、2体のパラレルエキシード、オーバーレイネットワークを構築。墓地にあるリンク4のサイバー速モンスターを、このカードとリンク状態となるように特殊召喚する。よみがえれ、ファイアウォールドラゴン。エクシードドラゴンの効果、このカードとリンクしているリンクモンスターのリンクマーカー1つにつき、攻撃力が500アップ。サイバーズクロックドラゴンでキメラハイドライブドラグリッドを攻撃。俺はカードを1枚伏せてターンエンド。とっとと終わらせようぜ。おう、そこだ、俺のターン。さらに俺は手札からマジックカードアンティークギアダブルイミテートを発動し、このカードは墓地のアンティークギアを2体まで選択し、モンスター効果を無効にして特殊召喚できる。俺が蘇らせるのは、俺は手札からアンティークギアハウンドドッグを召喚。ここハウンドフレームだ。ギアブースターの効果で効果ダメージを2倍にする。そしてアンティークギアハウンドドッグの効果を発動。自分フィールドにアンティークギアが存在すると、融合カードなしで融合召喚でき、現れいでよレベル9アンティークギア、リフレッドハウンドドッグ。このカードの融合召喚に成功したとき、すべての相手プレイヤーのライフを半分にする。俺はターンエンド。え、しかも手札はゼロ。このドローにすべてがかかっちまったな。俺は奴と戦うために全力でここまで来た。
そして必ず勝つためにデッキを練り上げてきた。この一瞬のために俺のデッキは必ずそれに応えてくれる。このドローが俺のディスティニードローだ。俺のターン、ドロー。リンク召喚、リンクにスプラッシュメイジ、スプラッシュメイジの効果発動。墓地のサイバーストック1体守備表示で特殊召喚する。来い、インクセイヤに一度、手札を2枚まで捨て、捨てた数だけフィールドの魔法トラップカードを破壊。行け、インクスレイヤー。現れろ、未来を導くサーキット、アローヘッド。確認、召喚条件はサイバー種族モンスター2体以上インクマーカーにセット。インク召喚、現れろ、インクさん、エクスコードトーカー。ファイアウォールドラゴンがさらなる効果発動。このモンスターと相互リンクしているモンスターの数まで自分または相手モンスターを手札に戻す。エマージェンシーエスケープ、シークサーキット、インク召喚、現れよインク2、クロックリザード。クロックリザードをリリースして効果発動。自分の墓地にいる融合モンスター1体をエクストラデッキに戻す。俺が戻すのはサイバースクロックドラゴン。そして融合モンスターによって決められた素材を自分の墓地から除外して融合召喚する。今雄大なる翼のもとに集いし強者たち、新たな伝説となる。融合召喚、いでよサイバースクロッケットラゴン。サイバースクロックドラゴンを融合召喚したとき、その効果でデッキの上から素材としたリンクモンスターのマーカーの数だけカードを墓地へ送り、カード1枚につき攻撃力を1000アップする。サイバースクロックアップ。バカな、そして墓地のリコーデッドアライブの効果発動。このカードを除外し、除外されている自分のコード効果1体を特殊召喚する。現れろ、リンクさん、レコード効果。